あ、どうもこんにちは。埼玉で音楽講師をしたり、サークル主催をしておりますシンガーソングライターともきと申します。よろしくお願いします。今日はですね、またミックスボイスのお話をしていきたいと思います。ちょっとね、動画で毎回の前置きが長いんで、この動画はもういきなりいきなり本題の方に行きたいと思います。これがまた余計なんですけど、ミックスボイスという言葉についてちょっと確認をしたいんですけど、ミックスボイス、皆さんミックスボイスって何だと思いますか？ミックスボイス、みんなね、ミックスボイス、ミックスボイスみたいな、ミックスジュースみたいな感じで言ってますが、私もね、結構ミックスボイスって認識がね、曖昧だったんですよ。つまり、いわゆる一般的な認識だとすると、こうはーって裏声、ファルセットっていう裏声の中でもこう声が薄くて弱いはーっていう声に対して、たーっというこう地声に近い太さで高音が出せる、これをミックスボイスって言っているのかなって私思ってたんですよ。私が自分で説明してて曖昧な認識っていうのはまあよろしくないんですけど、私の場合はとにかく知識、言葉とかどうでもいいので、どうでもいいって言い方もあれですけど、やっぱり出せる、使える、で歌でちゃんとしっかりそれを表現できるってことを、ちょっと重きを置いてたので、ミックスボイスってそもそも何なのってことを、私自身もちょっと曖昧にしてきたんですよね。なのでミックスボイスって何なのってことを一回ここで確認しておきます。でちょっとそれはなんかね、いろんなこう動画とか教材とか見てても、諸説いっぱいあるんですよね。インターネットとかでも出てるのをこう見ると、でぶっちゃけてどれが正解かって別にどうだっていいんですよ。ミックスボイスだから高音で地声の太く音が出せる、それができればいい。とりあえずはね、目標はそこ、高音を地声のように太く出せる、それは響かせるってことなんですけど、それができればいいんですけど、その高音を出せるっていうそのイメージは持ちつつ、我々が普段ね、こう高音を練習してる、それってミックスボイスみたいな、でミックスボイスって言ってる方はね、そもそもミックスボイスって何なのかっていうことをちょっと整理しておこうかなと思って、この動画でそれをお話ししていきます。でですね、まず、整理したいポイント、声区についてですね。声区、ちょっとどうしようかな。これを書きます。これを書きますっていうのをね、こういう感じで、簡単にですけど、見えますかね。ここに、チェストボイス、ミドルボイス、ヘッドボイスという感じで、あると思うんですけど、チェストってのは胸、低音ですね。で、ミドルボイスってのは口ら辺、危ない、かかいじゃん。鼻とか口ら辺の地声の最上音。でも結構ミックスっぽい感じになるんで、ここがポイントです。ミドルボイス。見えない。で、ヘッドボイス、高音ですね。さっきの裏声とか、あとそのミックスボイスって俗に言われる高音で太い声っていうのも、高音で太い声っていうのがヘッドボイスですね。こっちにしようかな。反射して見えないですね。こういうことで、で いわゆるよくあるミックスボイスって勘違いされる、パターン1、その1、このミドルボイスのことをミックスボイスっていうパターンもあるようです。そうなのかもしれないし、そうでないかもしれないし、信じるか信じないかはあんた次第で、とりあえずちょっと一回説明すると、ミドルボイスっていうのは、要するにこのチェストとこの低音とヘッドボイスで、この高音、なんかすごい反射するな、ちょっと難しいですね、ここもっと反射するな。ちょっとじゃあこの辺は概要欄にも書いておきますんで、この低音と高音の間をつなぐのがミックスボイス、またはミドルボイスっていう風に言いますっていう風な、教材とか先生とか先生はいないかな、わかんないけど、ミドルボイスイコールミックスボイスって言ってるパターンもあるんですよ。でこれは私の考えで言うと、それも言えるし、そうでないとも言えるんですよね。どっちだよって話ですけど、最後まで聞くと分かると思うんですけど、ミドルボイスっていうのはあくまでミドルボイスです。だから中音ですよね。この辺、これヘッドボイス、ちょっと今裏声も入りましたけど、このミドルボイスっていうのはミックスボイスと言ってしまうと、要するにじゃあこっちの高音の太い声はミックスボイスと言わねえのかって話になる、じゃないですか。ミックスボイスっていわゆる高音で地声のような太い声が出るっていうのがミックスボイスだと思うんですけど、ここのミドルボイスのことをミックスボイスって言っちゃうと、じゃあこっちのヘッドボイスってこの高音で太い声っていうのはミックスって言わないのかってなっちゃうじゃないですか。だから多分ですけど、
ックスボイスイコールミドルボイスっていうのは違うと思うんですよ多分ね。ミックスボイスを全部言い当ててない、一部しか言えてないっていうことが一つ、これがパターン1個目ですね。でポイントが2つ、あポイントがんポイント2つ目、パターン2つ目ですね。ミックスボイスっていうのはこのチェストボイス、ミドルボイス、ヘッドボイスをこう自由に行き来できることをミックスボイスっていうパターンもあります。でこっちの方が私は言い得てみようだな、見ようでもないですけど、本当はこういうそうなんだよって言われるかもしれないですけど、ミックスボイスとは何ぞやった時にこの低音中音高、まあ、それぞれ声区、チェストボイス、ミドルボイス、ヘッドボイスっていう声区があって、それを自由に行き来できる、だからミックスできる、だからもう地声、裏声、ミドルとかもあんまり気にならないぐらい全部つながって、いわゆる声区融合されて、それが自由に行き来できるこの声の使い方なお、これをミックスボイスっていうパターンもあるんですよ。で私はこっちの方がよりミックスボイスという考え方に近いかなというふうに思ってます。でつまりさっき言った高音で太い声が出るイコールミックスボイスって言っちゃうと、じゃあこのミドルボイス、チェストボイス、じゃあミックスボイスって言わないのかってなっちゃうんですよね。だからほら高音で太い声がミックスボイスイコールになっちゃったら、中音と低音ってミックスボイスじゃないじゃんってなるんですよ。ここもまた難しいところで、まあなんでしょう、まあこれ今パターン2の話ですね。このミックスボイスっていうのはヘッド、ミドル、チェストを自由に聞きできるのがミックスボイス、ミックスできるってことですね。まあちょっとこう、まあ車で例えるとギアセカンド、まあまあローセカンド、まあ、トップみたいな感じであったとしたら、このギアチェンジがミックスボイスみたいな感じです。あ、それをスムーズにできることはね、ミックスボイス、これがパターン2つ目で、まあパターン3つ目ですね。私がさっきちらっと言いました、このヘッドボイスっていうこの高音が、あれこれ言ったかな言ってない、ミックスボイスっていうのがこのヘッドボイスの高音で太い声が出るパターンですね。だからもうこの裏声の弱い声じゃなくて、こうヘッドボイスだーっていうこの裏声にはない太い声で高音出すことをミックスボイスっていうパターン、全部で3つぐらいあるような気がします、今のところ私が把握しているのはね。もし他にはこんな考え方があるよっていうのがあれば教えてほしいんですけど、一応まあ復習すると、ミックスボイスで言われるよくあるパターン3つ、1個目、このミドルボイスっていうのをミックスボイスって言ってるパターン、だからチェスト、ミドル、ヘッドって並んでる、ミドルイコールミックスだよみたいな感じで言ってるパターンと、パターン2つ目だ、ミックス、このチェスト、ミドル、ヘッドを自由に聞きできるっていうのがミックスボイスだよ、だギアチェンジができるっていうことをミックスボイスって言うんだよっていうこと、これパターン2つ目で、パターン3つ目最後ですね、このヘッドボイス、この高音を太い声で発声できることをミックスボイスっていう、これ私がそう思ってたんですけどちょっと前までね、言うんですけど、でこのパターン1個目と3つ目にはやっぱりちょっと矛盾が生じるんですよね。さっき言ったみたいにミドルボイスをミックスって言っちゃうと、じゃあこうのあの太い声どうすんだよなんて言ったみたいななるし、あとそのヘッドボイス、これをミックスボイスって言っちゃうと、このなんだろう、ミックスボイスってやっぱりこの地声の感じ、太さ、響きをやっぱりこの高音の細い、弱くなりがちな高音の細いチェストを、ヘッドボイスをチェストボイスの強さで補うっていう感覚があるので、どうしてもこのヘッドボイスの高音の太さだけをミックスって言っちゃうと、まあ、おかしな感じになるんですよね。なので、まあ、パターン2つ目が一番近いかな、感覚的にね。まあ、別にここで答え出す必要ないんですけど、まあ、このチェストからミドル、ヘッド、これを自由に行き来できることをミックスボイスって言った方が正しい認識になるかなと思うんですよ。でこれってつまり声区融合のことですよね。声区融合、チェスト、ミドル、ヘッドを自由にダーンってあれです、いったこう低音から高音までこう自由に、でこのブレイクポイントというのに声がダーッダーッみたいな感じで、今のちょっと大げさですけど、まあスムーズにつなげられる、違和感なく、声区変わったかなってことがわからないぐらい自然に変わる、これをその声区融合そのものをミックスボイスって認識した方がいいかもしれません。その方がミックスボイスを出す時の感覚としてもいいかもしれません。なので地声、まあチェストボイス、ミドルボイス、これも一応地声と言えるかもしれません。だからミックスに近い感じなんですけど、あくまでチェストとヘッドの橋渡しだけ、これをミックス
と言うにはまあちょっとこう小さすぎる。でヘッド、これを自由に聞きできる。だからこのさ、声区融合の練習が一番ミックスボイスには近いと思うので、まあこれはね一応あのちょっとあの練習の時にあの私自身も大事にしてるのは、もうできること、実際にやることで歌って再現できることを重点置いてるんですけど、まあやっぱりイメージを持つ、正しく持つことができることにすごい近づくので、まあちょっと今回は見づらくて申し訳ないんですけど、ミックスボイスとは何ぞやというお話をお話しさせていただきました。のでまあ一応結論としては、チェスト、ミドル、ボイス、低音、中音、高音を自由に生きていることはミックスボイスって考えた方がいいかもねっていうことです。だからもちろんそんなんじゃないよ、もっとこういう考え方があってこっちの方が分かりやすいよ、できるよってのがあれば、ぜひコメントの方お待ちしておりますんで、ぜひあのよかった方はお気に入り登録と、いいねボタンしていただいて、また次の動画の方でお会いできればと思います。ミックスボイスイコール声区融合ではないかという私の持論で、この動画の方を締めさせていただきたいと思います。ではまた。